はい、おはようございます。釣り子 TV です。デュオのですね、飲ませギルね、ギル系、ギルって名前がついてるととりあえず買っておこうというですね、こういった、コンセプトに最近なってきているので、このねデュオからねずっとね気になっていた飲ませギルがですね、いよいよ店頭に並び出したんで一つ買ってきていましたよ。でね、価格はですね630円で売ってました。1個ねこれ630円で売ってるんですよ。でレアリス飲ませギルで 56mm、 重量は 10g だよというところと、あ、裏に説明書きも書いてありますね。じゃあね、早速どんな感じの質感なのか開封していきたいと思います。マッセギルね、みんなね名前よくいろいろ考えますよね。あの面白い名前が多いなと。あー、はい、ちょっとしよう。針がねついてますよね。針がね出しづらい、はい、これ仕上げてんのかな。はいはいはい、こんな感じのね、カスタムフックがついているんですが、まあじゃあねこれは一回置いて、はい、思ったよりね手に持つとズシッときますね。小型な割にズシッとした感じ。この透明なね頭のところを見ると結構上ほとんどがねウエイトが入っているのかなっていう感じでズシッときて、で、この張りのある、結構ね柔らかくないんですね、この張りのあるピンとね張ったこんな感じの素材感です。でね、可愛いお目目がついていて、まあ、デュオって感じの目がついてますね。わー、こんなのいますよね。ね、釣り場でよく覗くと、まあもう11月ですけど、ただあったかい日のねブッシュとかをよく見るとね、これぐらいのサイズのがうろちょろうろちょろと泳いでくれているので、でまあ これはね裏にね、説明があるのでちょっと見ていきますね。レアリス飲ませギル、マッチザベイトの本質を知れ、新たなセミハード系ルアー飲ませギルマテリアルに高耐久エラストマーを採用、スナックレス効果の高いシングルフックのちょん掛け仕様に加え、トレブルフックの装着も可能。スイミングからストラクチャー狙い、ボトムバンプ&ステイと様々なアクションに対応、真のマッチザベイトを体感してほしいということで、付属のワッキーフックを背中のアイにちょん掛けで使用してください。ボディは耐久性の高いエラストマーを使用しております。様々なアクションに対応できるメタルコアを内蔵ということで、これねちゃんと読んでおいてよかった。あれね、これちょっとワーム素材だと思ったら、耐久性の高いエラストマーでできてるんですね、これね。だから他のワームとワームボックスにこうビシッとね入れておくとぐちゃぐちゃに溶けちゃうよっていうね、あーということなんで、保管はねこいつはね個別にねじゃなボックスの一部屋を作ってあげて、そこでね待機させてあげるのがベストかなという感じです。でね、裏にこれね書いてあるんですけどね、これ見えるかな、見えるかな、このねちょっと見えづらいんですけどね、肉眼で見ると見えるんですけど、このボディのね中にアイが入ってるんです。この丸ポッチのこの下がねアイになってるんですけど、ここにですね、ここにこう、あ、はい、こんな感じ、このフックを刺してこれでねちぎれないよっていうね、ここにねつける用のアイがあって、でこっちは何ぞやっていうと、これにはまあ例えばトリプルフックをつけたらまあそのまんま使えるよっていうアイがついていて、ただ基本の使い方はこの指定の場所にちょん掛けして、で横横アクションっていう感じで誘うんですかね、こんな感じで使ってねみたいな、こういった仕様のようです。で、まあ、こっちに泳がせたいか、はたまたこっちに泳がせたいかによってこのフックどっちから抜き刺すっての変えれば、多分ね狙う岸壁の方向とかにできると思うんですけども、こんな感じのねコンパクトでね
非常にでずっしりとした、ね、重さなんでどんな感じで動くのか、あまだねギリギリ釣れるんじゃないかなと思ってね、釣り場に早く持っていきたいなといった感じなんですけども、まあ使い方はもう本当ね、いろいろ使ってみてねっていうことみたいなんで非常に楽しみでございます。例えばジグヘッドなんかつけてもいいのかな、スモラバのスモラバのトレーラーで重さ増加はちょっとやりすぎかな。まあちょっとねいろいろまあ試してみたいななんていうふうに思います。でまあ重さね、貼り付きで何グラムぐらいなのかな。じゃあねレアリスの飲ませギルね、これの、重さをですねちょっと測っておきたいと思います。針をつけて 10.2g ということで、結構ね見た目よりこれ多分ベイトフィネスとかこの手の組んだったらねバスもでっかいのが想定されるんで、もしくはパワーフィネスみたいな道具の方がいいんじゃないかな。多分ねこの小ささなんですけど、多分ライトアクションとかだとウルトラライトなんかだとちょっともったりすぎて使いづらいかもしれないななんていうふうに思います。でまあ想定される場所はですね、結構ギル系のビッグベイトとかね、例えばブルシューターとかそういったやつで、サーチしてって追ってきたけど今一歩最後食い切らないっていうね、こういった魚の口元にさっさっとこうねロッドを持ち替えてこれをピチャンって入れてファンって感じでリアクション気味にやったら思わずバッと吸い込むんじゃないかなっていうね、まあどうしようかなってちょっと迷い気味なバス、それにとどめを刺すにはこの飲ませにかかるですね飲ませギルが、いいんじゃないかなっていう風に考えて、買ってきてみました。まあねちょっとねタイミングがあったらぜひね、そんな今話したような感じのパターンを動画に収められればなって思うんですけどね、ちょっと、いよいよ寒くなってきたんでね、ちょっと、考えてみます。はい、というわけでねこんな感じでもうね最初から針が1個ついているから、このままね630円ほどですけども、これでね買って釣り場に持ってったらもうすぐにねもう戦闘態勢 OK っていうね、こういう状態になってますんでね、でパッケージはこんな感じなので、釣り具屋さんで見かけたらね、どうでしょうかということで、まあね信頼のデュオ、ね、レアリス、シリーズなんでね絶対まあ釣れるんじゃないかなということで期待して、釣り場に持って行ってみます。というわけで本日の釣り子 TV は、デュオの、レアリスシリーズから新しく出たですね飲ませギル、ね、これを一つ買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。